田島つとむは、日本の作曲家、また現在は、柏市立造美祭小学校校長、千葉県柏市出身、昭和36年千葉県柏市生まれ、先修大学松戸高等学校、東京音楽大学、上越教育大学大学院修士課程修了後、ピアノ、笠西一郎、作曲理論を、飯島秀次、後藤丹、作曲を、 浦田健次郎に指示。数多くの吹奏楽曲を作曲しており、全日本吹奏楽コンクール課題曲にも過去4度選出されている。千葉県内の公立中学校、高等学校の音楽科教諭を務めており、柏市立柏中学校吹奏楽部、古問在任時には、全日本吹奏楽コンクール全国大会へ出場し、自ら作曲した課題曲、エアーズを演奏し、 銀賞を受賞した。コンクールにおいて、自身の作曲した曲を自由曲とし演奏する、いわゆる自作自演自由曲はしばし見受けられるが、課題曲が自作自演というのは非常に珍しいケースであった。その他、柏市との深い結びつきがあり、柏市政志向50周年記念課の作曲なども言っている。第12回文化庁舞台、芸術創作奨励特別賞。 平成18年度文部科学大臣優秀教員、表彰受賞、作曲集団、風の会会員、ありがとうございます。